ワクワクレッツゴー。一言だけ言わせてください。はい、やったやりきったんで仕上がってますね。あとはもうやるだけです。おはようございま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 す。2カメのままで大丈夫です。すいません。2カメのままで大丈夫です。おはようございます。めっちゃかっこいい。おしゃれすぎる。めっちゃかっこいい。歯まで。はい。全部抜きました。虫歯だったんで。リッキーか。まあ本番前は緊張すると思うんですけど、なんか勝つ予定でしかないんで、なんかそんなに今回は去年ほどじゃないですね。2122シーズンのラウンドはがっつりクランプっていう作品は2021よりは少なかったんですよ。なんで今回の決勝はやっぱ僕たちのエナジー全開のそのクランプっていうものを存分に使った作品なので、まあより俺ららしさが出るかなと思います。はい、で初戦は多分ステージの感覚すごく大事ですね。勝ち負けっていうのも全然もう後から全部ついてくるものなので、まずはその1個1個パフォーマンスに集中すればもう本当に結果は後から、ね、出てくるものなので、本当に集中してあとは分かんないから、結局分かんないからっていうところなので、まずしっかり踊ってもらうことを専念したいと思います。いやーやっと来ましたよ、チャンピオンシップ。早かったですけど今日は3ネタ踊るんでね、頭の中パンクそうですが、まあでも心地はいいです。すごく調子いいです。おはようございます。心境いかがでしょうか。心境ですか。もう準備バッチグなんで、あとはもうやるだけですね。怪我もなく、素晴らしい作品3つできたんで楽しみです。優勝するでしょ多分。うん、任しといてよって感じです。でもなんか普通に D リーグを普通にいいイベントにできたらいい、それが一番だと思うので、ダンスが盛り上がるのが一番だと思うので、はい、まあ、誰が勝っても D リーグが一番面白くて、で構成やばかったって言ってもらえれば僕はめっちゃ幸せなので今日は頑張ります。とりあえずもうひたすらがむしゃらにもう踊り切ってやるっていうもう気持ち一心でもうがむしゃらに動いてましたね。まあこう D リーグというフィールドでいかにリップバトルズのダンスの素晴らしさ魅力伝えれるかっていうところですね。絶対負けないようにそこだけはやってくれますし、やりますし、もうリップバトルズを最大限今日は発揮して優勝します。いやもうすごい準備バッチリなんで楽しみですね。めっちゃめちゃ完璧ですよ本当に、はい、もう絶対勝ちます。やばいっすよね今回ね。結構寝てないっすね今期間寝れなかったな。睡眠時間削りまくりましたからあんま良くないんですけどまあでも勝つためなら何でもやります。いやもう準備万端なんで、もうあとはもう楽しんでもう思いっきり全てを出すだけです。はい、ラーラをこう思いっきり小鎖で巻きつけて思いっきり噛みつくシーンがあるんですけど、まあ、そことか結構注目ですね。今ちょっと練習しててなかなかこううまくいかなくて、もう本気で噛みつこうかなと思って逆にでも地味に緊張してます。そうなんですよ。考えそれを紛らわすためのそうです。マジです。実はめちゃくちゃ緊張してます。3つ朝から晩まで毎日ちょっとね体終わりました。正直あんま記憶にない。わかる。この2週間まあ、これは勝ち負けどうこうっていうよりかはなんかやっぱり悔いなく踊るっていうところかなと思うので楽しみたいと思います。楽しいねみんなね。ね、楽しいよ今は。もう待ってるから。今回チャンピオンシップということでリップバトルズ一同相当気合入っております。一番上までぶっ飛ばしに行きたいと思います。今日は2連覇します。見ててください。みんなで盛り上げていこう。今日は最高の一日にしましょう。今夜新たな伝説作ります。よろしくお願いします。皆さんで D リーグ盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。
ジャッジの結果を見ていきましょう。レッド、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 レッド。勝者はレッドポイント、エイベックス、ロイヤルブレッツ。おはようございます。次も90に、はい、頑張りたいと思います。90楽しみです。ありがとうございました。ジャッジの結果見ていきましょう。レッド、レッド、レッド、ブルー、レッド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 。さあ勝者は from the red corner、構成 A Rocks。それではジャッジの結果を見ていきましょう。レッド、レッド、レッド、ブルー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 、レッド、ブルー。勝者はブルーコーナーエイベックス、ロイヤルブレッツ。マジ3作品作んないといけなくて、もうそれがすっごい大変で、でもなんか颯太くんが
力を貸してくれて、ゆうたさんも力を貸してくれて、話せる、結果こうして勝てて決勝に進むことがマジで嬉しいです。本当にありがとうございます。そして惜しくもこのセミファイナルで敗れてしまいましたが、レギュラーシーズンのウィナーとして貫禄あるパフォーマンスをここまでたくさん届けてくれました、セガサミールックスのメンバーの皆さんにも大きな拍手をお願いいたします。ウェブスターも決めて、僕の中でのリベンジは果たしたと思うじゃないですか。グラスユニを見せたバカ兄さん、バトンタッチ、最後まで見たい。絶対優勝すると思ったんですよ。でそれがこういきなり負けちゃって、何なのかな、悔しいっていうか、もうなんか力がなんか一気になんか全部吸い取られた感じで、でもね、こっからまた成長しますよ。この頃は身を削って、で一番悔しい、まあまたパークしますね。もうシーズン優勝して一番悔しい負けだしやん。はい、はい、こちらで突き上げろ、レイザーズゴー、レイザーズゴー、うっし、ジャッジの結果を見ていきましょう。ブルー、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 レッド、ブルー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 、セミファイナルセカンドマッチ勝者は高専 A フランス。マジ最高に嬉しい。いや、いけるな俺ら、来てるな流れ。 ABEX 見とけよ、覚えとけよ、待っとけ。そしてここまで勝ち上がってきたフルキャストレイザーズの皆さんにも改めて大きな拍手をお願いいたします。やるぞー、やばい、最高、やばい、最高、
かった。あ、そうなの。はい、全然わからなかった。はい、何回もそれが流れてました。さっきもう結果出るまでストレッチしてました。絶対勝つから。第1生命 D リーグ2122チャンピオンシップ The Final。みんなで思いっきりやりましょう。はい、タカト、タカト、マジでほんと気持ちよくなって本当に楽しく、一番世界一楽しい空間作ってください。はい、はい、ドン。はい、こう打線中、はい、打線中にするぞ。最後です。これがもうここまでめちゃくちゃ大変で、それがようやく実を結ぶ時が来たなと思っているので、勝って2連覇したいと思います。死んだもん勝ちじゃねっていつも俺思ってるんで、レトロクスを信じて頑張りたいと思います。それでは参りましょう。ジャッジの結果を見ていきましょう。ジャッジピートレッド、ジャッジテリーブルー、ジャッジステゾーレッド、ジャッジ清水レッド、ジャッジジャングルレッド、ジャッジ高井のレッド、ジャッジ勝ちのレッド、ジャッジアントブルー、オーディエンスジャッジレッド。勝者は構成 and run。 おめでとうございます。お兄ちゃんがラストっていうことで、とうとう気持ちが入ってて、なんかもう最後踊る前にいっせーって叫んで、でもういや本当にいい形でそのお兄ちゃんを送り出したいってずっと思ってたんで、もうこれがその結果になってるんで良かったです。皆さんありがとうございます。もうありがとうって言葉しか出らんちゃう俺。みんなに今日というこの日のためにみんながこう一致団結してチームをレプレゼンして、マジでメンバーもやし本当にありがとうございます。僕ラストなんですよD リーグのみんなとも出会えてよかったし、まず俺が D リーグってものに興味持ててよかったし、ダンスやっててよかったって今日マジで思った。最初から言っとっちゃんで、ね、ダンス楽しいよマジで。みんなも一緒にやろうぜ。みんなで D リーグ盛り上げて、さらにもっともっと進化させて面白い D リーグ作っていこうぜみんなで。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやーちょっとまず一言だけ言わせてください。はい、面白いこと言えよ。やったー、やったぞやったぞやったぞ。よっしゃー
だ。最高です。もうでしかない。今日までね、本当にもう苦しかった、正直。なんかいろんな思いもあったし、まあ、最後の最後で優勝できて、もうそりゃ最高ですよ。最高。最高ですか。僕初めてのチャンピオンシップで、勝たせていただいて、まあ、本当に何より3個賞ができたのが本当に一番良かったです。なんかもうしっかり自分たちをレプレゼンできたし、なんか本当に頑張ってやってきてよかったなっていうか、もう報われた感がすごいですね。本当に最高です。最高です。もうお客さんとかも結構満員で、その歓声からもう最初から最後までずっと違くて、なんかもうそこがもうまず最高だなっていうのはまず一つあって、でそれとも一緒にもう優勝 もう持っていけて、いやもうずっと泣きそうでした。嬉しいです。ちゃんとできてよかった。このチームでよかったなっていうのと、あとこのメンバーでよかったなっていうのと、応援してくださるファンの方々、もう本当にあの今日めちゃめちゃ声援本当に嬉しかった。あの声援なかったら、もう今日みたいなパフォーマンスできなかったです、本当に。あの声援が本当にリアルです、本当に。いや、めちゃくちゃ嬉しいですね、本当に。念願の優勝。全員で戦いたかったっていうのが一つの悔しいポイントなんですけど、でも、みんなで作った作品なんで、で今日は優勝と勝ちをこだわるよりも、最高のパフォーマンスを前にぶつけたら、絶対に勝てるっていうのをみんなに言ってて、でなんか本当に実感としていいパフォーマンスできたなっていう実感がすっごいこうひしひしと伝わってきてて、それで結果がついてきた。マジで最高。2021シーズンが最初無観客から始まって、で今日もう人人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 ってなって、見られてる気持ちいいってなってて、それでまたこう自分たちもパワーアップできたし、本当に今日の8ロックスは強かったと思います。だから本当に自分へのご褒美ですか。自分かどうか分かんないですけど、俺メンバー好きなんでメンバーと旅行行きたいっす。おぉ、はい。なんかやっぱ体疲れてるんで温泉旅行でもダラーとしに行きたいっすね。本当にダンスのこと一回忘れてダラーしに、みんなで行きたい。みんなのダラダラした姿みたい。じゃあ行ってます。ありがとうございました。